今回の動画ではスラロームのアクセルのリズムと結果のタイムについて検証していきたいと思います。教習生の方はスラロームをね練習してると思います。大型二輪の方が7秒以内、普通二輪は8秒以内のタイムが必要になります。で、普段の練習ではこれ以上のタイムですね、1秒ぐらいは早いタイムで走れるようにはしておきたいっていう目標があると思います。で、アクセルのオンオフ使ってですね、バイクを左右に振っていくわけなんですけど、このアクセルのリズムですね、どのぐらいのリズムでアクセルをブンブンと回していけば結果タイムが何秒ぐらい出るのかっていうのが、まあ、分かった方がですね、今後の練習イメトレにも役立つかと思い、これから検証していきたいと思います。まあ、何かの参考にしてみてください。じゃあまずはゆっくりですね、8秒ぐらいで行ってみたいと思います。まずは8秒、普通二輪の目標タイムが、まあ、遅くても 8.0 ということなんで、これよりもさらにゆっくりぐらいですね。初めてスラロームを行こうっていう方は、まあ、このぐらいのスピードかなという。これはまあアクセル使ってないですね。アクセルなしで 8.5 アクセルのオンオフ使わずにアイドリングだけで 8.5 です。ブレーキも全然使いませんでした。じゃあ次は7秒ですね。7秒台に入っていきたいと思います。アクセルを少しだけ使います。ブン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 、 7.3 です。 7.3。じゃあ次は6秒台です。6.5。5.5。次は4秒台。4.8。4.8。4.2。
まあ、最後 4.2 まで出しましたが、まあ、教習生の方は、まあ、4秒台前半でやられる方は少ないと思います。まあ、だいたい早くて5秒前半か4秒後半ぐらいが、まあ、練習で頑張って出すタイムかなと思います。ただまあ、本番は規定のタイム行ってれば十分です。パイロンに接触したらアウトですんでね。だから大体のご自身の目標とするリズム、このアクセルをブン、ブン、ブンっていう回すリズムと、まあ、バイクの振り幅ですね。これをまたイメージしてもらえたら今後の練習に役立つかと思います。今回は以上です。何かの参考にしてください。3.9